を行っています。最近、サービスエリアなど、休憩施設、駐車場の車道を横断中の歩行者が車両にはねられる交通事故が多発しています。歩行者の方は、横断前に一旦停止の上、車両に注意し、横断をお願いします。運転手の方は、駐車場を走行する際には、徐行の上、歩行者に注意して、安全運転をお願いします。さて、4月より、ETC 割引が変更となりました。通勤割引は、平日朝夕割引となり、ETC マイレージサービスへの事前登録が必要です。詳しくは、NEXCO 中日本、ホームページをご確認ください。料金を通過する際には、安全確認をお願いします。ハイウェイラジオ、岡崎西よりお伝えしました。こちらは、NEXCO 中日本です。午前2時15分現在の高速道路状況。